はい、どうも、竹です。竹ひろとです。さあ、今日はですね、大井竹連合終わりまして、はい、ちょっと竹さんから一人紹介したい子がいると。小学生。はい。竹さんのスクールで教えている内野手の子ですよね。はい。というわけで、今日は竹さんがスクールで教えている小学生が動画に出てくれるということで、竹さんが連れてきてくれました。早速、登場してもらいましょう。こんにちは。上村みやびです。みやびくん、お願いします。はい。5年生の内野手ということで、今持ってきてもらってるのが今使ってるやつ、はい、これクボタスラッガーのやつなんですけど、実は話によると矢野さんが片付けをしてるということで、はい、結構柔らかくなってるんですけど、これオーダーした時に何かこだわったポイントってありますか？肝と皮を薄くしてもらって、うん、はい、親指が効くようにやってもらって、あとウェーブを曲げないように。曲げないように、はい、なるほどなるほど。あと最近ビヨンドとかで打球が強いから、はい、今までは小さくて浅いグローブが好きだったんですけど、うん、もうビヨンドとかレガシーで打球が強いから浅かったら弾いちゃうから、なるほど、ちょっと深めのグローブに。深めのグローブで、はい、小学生のレガシーの打球ってやっぱ速い？速いです。あ、大人と一緒ということですかね、それは。で、この色とかのこだわりは？色はソフトバンクのシュート選手、うん、はいはいはい、ちょっと見てもらって、うん、なんかかっこいいなと思ったんで。なるほど。グレーとオレンジと赤、はい、で今回もう一つ新しいやつが来たということで、はい、じゃあ発表お願いします。はい、はい、こちらですね、はい、和牛 JB、はい、これはオーダーしてまだ何もしてないの？何もしてない。いつ届きましたかこれ？先週の日曜日ぐらいです。じゃあ超最近で、じゃあ早速開けて紹介してください。お、今度黒か、黒、はい、はい、黒で黒赤の和牛 JB、はい、オーダーグラブ。これこだわったポイントとかありますか？これはこう、さっきと同じで親指が効くように、はい、ここなんていうの、ちょっと切ってあって。あ、すごいね、ここ。これないね、はい、あとこれも深く、うん、深く深いグローブで皮と紐を薄くしてもらいました、うん、なるほどなるほど。小学生だとちょっと重たいのかな、普通に大人用だと、はい、で、これ大きさは大人のやつ？大人の一番小さい、一番小さいやつ。多分 004S ってやつなんだけど、はい、かなり補給面も広く使いやすいし、結構今のスラッガーに似せれると俺は思うんだよね。っていうわけでこれを片付けってことでいいかな？はい、はい、なんかちょっと型のイメージを手でやってほしいな。手で深く使いたいから、うん、あ、縦ね、はい、縦ね。あとは何かあるかな？ウェーブを曲げないように。ウェーブを曲げない、結構そここだわるね、はい、なるほどね、ウェーブを曲げない。 OK、 ちょっとじゃああのスラッガーをもうちょっと見せてもらって、はい、結構スラッガーに近い感じの、はい、OK です。というわけで JB の 004S オーダーグラブですね、これを実際にちょっと片付けして、はい、また後日の動画で持ってきてノックまで、はい、というわけで竹さん引き続きよろしくお願いします。はい、じゃちょっと片付けしてくるんで、はい、待っててください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうはい、というわけで自宅へ戻ってきまして、このみやびくんのグローブやっていくんですけど、さっきの撮影で結構気づかなかったことがあって、これ薬指がちょっと下がってんですよね、下に多分。でフィット感上げたりとか、ここの特徴的なバンドの締め、ここを引っ張ると調整できるように、ちょっと小学生の手に合わせるようになってたりとか、まあ、内野手を指カバーとか前半で紹介してると思うんですけど、この親指の曲げやすさ、効きやすさを出してるっていう。あともう持った感じがすごい薄いんですよ、皮が。まあ、空いてるって言ってましたけど、その辺の工夫も感じられる、かなり特徴の強い、小学生でも重さを感じないグラブかなっていう風になってます。というわけで早速、水に入れて揉んできます。ちなみに、このスラッガーの方も借りてきてですね、こんな感じのイメージということで、まさにこれをイメージしてつけていきます。親指小指が効く感じで、ポケットはもう手のひら、プラスちょっと奥みたいな感じですかね。やっていきます。皮結構空いてるんで、そんな長くつけなくていいかなって気がしますね、うん、けどまあ J 級の軟式なんで柔らかさは出さないといけないですね。あ、でもペラペラにできそうな感じの薄さですね、皮が。はい、というわけで早速揉んでいきます。まずは土手からほぐしていきます。ダブル横閉じじゃなくて、もう何もないシングルなんですよ、うん、柔らかい。 JB でこれできたらいいですね。 JB のちょっと感覚変わりました。で次、小指。小指はここでしっかり折っていきます。で、本当に柔らかくしてくれって感じだったんで、JB の黒いけるかなと思ったんですけど、この皮の薄さ、空いてあるんで、そこまで苦戦はしないかもしれません。まあ、小学生の握力と大人の握力全然違うんで、ちょっとその差はあると思うんですけど、なるべく柔らかくできるように頑張っていきます。で、ここはですね、曲げやすい。非常に曲げやすいです。親指の効きやすさが出せます。
で、ウェブは曲げないってことだったんで、特にいじれません。もうこの形を残しちゃいらしいですね。で、残りの指。この GS の当てはさみをその時自分持ってたんではめてもらったんですけど、大きさ一緒なんですよ。 27.5、 多分この JB の 004S って。なのでその辺は個人的にこう、あの、この型どうってはめてもらって、あの後喋ってました。なのでその辺をちょっと参考にやっていきます。で、手をちょっと浅くはめて親指まず効かしていきます。結構あの効いたらですね、親指をがっつり効かしたいってことだったんで、親指の効きですね。あとはこの背面からしっかり揉んで、いつも通り親指と小指が効いてくるように。この辺は自分も結構似てるんでやりやすいです。小指側から効かしてくると。これ背面もしっかり揉まないと、特に子供の握力だと引っ張ってこれないんで、うん。そしたら次大きめ叩いていきます。 JB ですけど皮を空いてる分馴染みは早いですね。ちょっと違うな、やっぱ響きが違いますね。次、ボール入れて体重かけていきます。でも片付けしやすいですよ、この形。まあ、妖艶さは自分好きな形なんで。でもこれいいですね、この小学生これで調整できるって。大人片付けした後にこれキュッて締めたら手首フィットしますからね。小学生用の片付けって本当に難しいと思います。うん、いいな。はい、結構空いてあるんで、そんなにこう時間かけずにいけますね。うん、あとちょっと最後紐調整しますけど、とりあえず一旦これで干して様子を見ていきます。で、ここでプロティオスですね。 JB はプロティオスを推奨してるんで、水もみや芋もみをした後にこのプロティオスをかけることで皮の水分を飛ばして皮に栄養を与える。これはもうまんべんなくいきます。これはもう以前あの田口スポーツで紹介しましたね、皮に栄養を与えると。で、これ栄養だけ入って水分消えるので、芋み水をみの後はすごい効果を発揮します。パリパリにならないですね。で、これをなじませていって乾燥させると。これでもうオイリーな感じでかなり栄養が入りますので、はい、そしたらこれで一旦乾かして数日後様子を見ていきます。はい、というわけで数日後ですね、実際にグラブが乾きまして、形こんな感じになりました。だいぶこの親指の利き、この近所の部分で強く出てるんじゃないかなというふうに思います。で、今これ手自分入ってるんですけど、これ見てもらうとですね、ここで調整できるんですよ。ここは当日みやびくんの手と合わせてっていう感じになるんで、今ここ緩くなってます。というわけで、プロティオスをしたっていうのもあって、このパサパサ感がなく仕上がりましたので、実際に今日の午後ですね、撮影ということで行ってくるんで、その撮影についてはまた後日動画で配信していきます。というわけで本日は、和牛 JB の 004S の特殊なグラブのご紹介プラス片付けでした。ぜひ引き続き続編もご期待ください。それでは今日の収録は以上です。いよいしょ。ウエストセーブ詰め直したって靴帰らない、振り返らず走り続けろ。確かに聞こえるサイレンがポテポテでも走る。そして今月のプレゼント企画はこちら、軟式用ドナイヤのドナイヤ10周年記念グラブを1名様にプレゼントします。こちらは休日先生で店長からご提供いただきまして、今月のプレゼントにいたします。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。